こんにちは。ありがとうございます。はい、ではね、早速始めていきます。用事ですね。こんなことに困っていませんかということですね。私が講師デビューして間もなくね、まあ20代の頃ですよ。もうレッスンで今いろんなことにね、もう困ったんですね。私はもう早くから。皆さんがまだ現代っ子にそんなに悩んでいるという声をこう周りから聞いたことがないっていう時代に、私はすでにも現代っ子に悩まされていたというね、割と最先端で悩んでおりました、ね、その、まあ、当時ね、私がそうして悩んでいたことをが今のこの時代に全国的にね、先生たちがお悩みなのかなというふうに感じることが多いです。で、まあ、どんなことにね悩むのかということですけど、落ち着きがなくて、まあ、集中できない、まあ、これよくありますよね。あとはこうできないばかりでレッスンが進まない、できないって言ったりとか、まあ、実際にできないことがありすぎてレッスンが進まない、ね、できない、難しいとすぐ泣いたり怒ったりする、まあ、そもそもやる気があるのかなっていう感じがするとか、本当に初歩的なことが覚えられない、ひどいとね、四分音符って、この黒い音符は一拍だよとかっていうことをなんか延々やらなければいけないみたいな、先週もこの話したんだけどなみたいなね、本当の初歩ですよ。そこが分かってくれないとピアノを弾けないよねっていうところの、そのレベルですね。そこからしてもう進まないみたいな感じですね。あとはまあいろいろな意味で不器用であるということですね。まあ、手先が不器用なのはまあもちろんですけど、例えば人とのこの関わり方とか物事の捉え方とかね、そういうところもちょっと不器用かなと思う子が多いかなと思います。あとレッスンしてて困っちゃうのが、こちらの指示が通らない、これやろうねとか言ってもやらないとか言って、自分の好きなことだけあれをやりたい、これをやりたいって言ったりするとかね、まあ、その上で保護者の方が無関心であったりとか、まあ、非協力的であったりするっていうこともありますよね。で、まあ、うちもそういうパターンがありましたけど、まあ、きっとね他のお教室でもあるかなと思うんですが、その初歩的なその段階でですね、まあ、お問い合わせの時点でっていうこともあるかもしれないし、ご入会直後っていうこともあるかもしれませんが、うちはプロを目指すわけではないし音大を目指すこともないので、まあ、あくまで趣味として楽しめればいいですっていうふうにしておっしゃるパターンありますよね。で、その先に続く言葉っていうのが、だからそんなに練習はさせられないとか、お家用にその練習の楽器をちゃんとしたものを用意でまだしなくていいですよねみたいな感じであったりとかね、まあ、そういうことが続くわけですね。ピアノを初めて習う時点でプロを目指す方は稀であるっていうことは当然私たちもよく分かっていることです。でもね、ピアノを習うっていうのはお家で適当にこうちゃん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 ね鳴らしていったり、まあ、よくありますけど猫踏んじゃったお腹か異常なスピードで弾くとかね、そういうこととはちょっと違いますよね。ピアノを習うっていうのはやっぱり楽譜を読めるようにしていいテンポで安定して弾けるようにしたり、いい音色で弾けるようにしたりとか、曲に合ったこう表現を学ぶとかね、そういうことがこうピアノを弾くにはこう必要であって、そこにこのプロを目指すとか趣味だとかっていうことは全く関係ないですよね。で、これができないとね、まあ、なかなか趣味にもならないということですよね。その趣味で楽しめるっていうそのレベルにも達しないっていうことですよね、この基本がなければ。で、まあ、そういうような残念な状態から、普通のピアノレッスンでこう
レッスンを進めていくっていうふうに考えると、それはもちろん生徒さんにとっても苦しいことになりますし、はっきり言って生徒さん以上に先生が苦しむことになるかなって、私は自分のその若い頃のね経験から考えてもそういうふうに思います。でやっぱりこう思うように指導ができないと、いろいろな方法を先生は試したいなと思いますよね。でそのためにテキストとか本で勉強したりとか、まあ、いろんなセミナーに参加してみたりとかして、それがすごくいいんだなっていうのは頭ではわかるわけですよね。でもその実際生徒さんに下ろしてみたらなかなか効果が出なかったりとかするから、まあ、だいぶ苦戦するんですよね。苦労しますよね、本当に。努力もしますし。で、まあ、そんなことを繰り返して、やっとどうにか少しこう、この子が前進したかしらって感じたところで、保護者の方が全然理解していただけてなくてね、その、やっと少し成長させたっていう、そこを、に気づいていらっしゃらないっていうこともあるし、そこに、まあ、あまり価値を感じてくださってないということもあると思うんですけれど、そこでやっぱりなんかうちの子向いてないみたいだからやめますみたいな感じであっさりこうやめていく。でそういう時にね、この子のために一生懸命こういろいろ努力したこと、かけたお金とか時間とかいろんなことですよね。それは何だったんだろうっていうふうに、なんかこう虚しさしか残らないんですよね。私もねそういう経験はしてきました、もちろん、で、まあ、そういうことをしているうちに、私たちが子どもの時にこうピアノとかエレクトーンとかってね、いろんな楽器を学んだその時代ですよね、それとはもう何もかもが違うんだっていうこと、そういうレッスンっていうのはゼロからスタートしていくというよりかは、現代子の場合はもうマイナスからスタートしていくっていうイメージ、これぐらいだったらできるだろうっていうふうに考えてた、その今までの自分のその価値観ですよね。それを一度リセットする必要があるんだなっていうふうに私は考えたんですよ。まあ、それでね、ピアノを弾かないプレピアノレッスンとしてまあリナメソッドを作ったわけですね。でリナメソッドは子どもたちにね、できた、楽しい、もっとやりたいっていうこの流れを作っていきます。でその流れが、まあ、練習しようとか宿題しようとかっていうふうにつながっていくわけですよね。でできたっていうその喜びを知ると、子どもたちっていうのは自然と集中してね取り組むようになっていきます。だからできたを体験させることから始まるって言えるかなと思います。でもね、この現代子はこのできたまで達するのがすごく難しい子がいらっしゃいますよね。だから最近は私はできたの前にまずやってみるっていうこの思考にさせることを大切に考えています。やる前からね、できないできない言っていないで、まずやってみる、これって本当に大切ですよね。やってみないとだって何も始まらないんだから。ここなんですよね、一番大切なのはね。いきなりね、ピアノから、ピアノを弾くっていうところから入るのではなくて、まあ、ピアノに必要なことですよね。音符とかリズム、歌、ひらがな、数、指作りとかそういったこと。そういったものをすべてスモールステップで、一つずつ積み重ねていく。何しろまあスモールステップなんでやってみようというふうに思いやすいわけですよね。でそしてね、先生の伝え方も分かりやすく伝えてあげるので、まあ、子どもにね伝わりやすくなりますし、先生が必ずできたっていうことを認めていくので、子どもたちもね先生にねこの頑張ったことを見てもらおうというふうに、まあ、張り切って練習したりねレッスンに通ってくるようになります。私が20代の時にね、レッスンしていた時は、本当にこの子たちは習いたいと思っているのかなって思うような、まあ、姿勢でレッスンを受けていましたよ。全員じゃないですけどね。でもやっぱり今の、
あの子どもたちはそうじゃないんですね。やっぱり学ぼうとして来てるんだなっていうような姿勢でレッスンを受けてくれてます。レッスンではね、あの初歩的な段階でできないできないってずっとやってみる前から言われて、おうち練習もね、嫌だって言うんですよね、好きだったら自分からやると思うんですけどみたいな風に、なんかこう人ごとみたいにママたちにも言われてね、あの当時ですよ。もうこれ以上簡単にこう噛み砕いてレッスンなんかできないんですけどって私は思ってましたけど、当時から分かりやすい指導はしてるつもりだったんですよね。でもね、あのプレピアのレッスンとして、あの弾かないレッスンですよね。そのクオリティを高くして、でもクオリティは高いんだけど、スモールステップで楽しく取り入れるということをすると、子どもたちがこう集中してどんどんできるようになっていくんだなっていうのを今はもう実感しております。あの昔のようにね、そのピアノの導入の時点で、あの例えばドが覚えられないとかね、ドの鍵盤がどこだかずっとわからないとか、左手はもう弾けないって言ってみたりとかね、あのそういうような本当の初歩の初歩でつまずくみたいな、あの大苦戦する子っていうんですかね、そういう子はもう一人もいません。みんなもう初日の時点で自分で楽譜を読んで、まあ、その子によりますけど、ドレミを言いながらとか歌いながらとか、歌詞で歌いながらとか、表紙で数えたりとか、リズム書を言いながらとかね、まあ、その子がなんか好きなように楽譜を見ながら自分でこう楽しくね弾いていく、 できるまで何回でもこう挑戦してやっていくっていう、そういうなんかスタートラインがもうそこになっているっていう感じなんですよね。だからこそ本当に落ち着きがなかったり、あの大興奮してるような子であっても、その初日のレッスンの時点でテンポを安定させて弾こうとか、いい音色で弾こうとか、レガートで弾きましょうとか、そういうところまでの指導に達するということが言えるかなと思います。ディナムソットはね、あの生徒さんもママも先生もハッピーにっていう、あのスローガンがあるんですけれど、音楽教育と、まあ、情操教育と地域でね、あの子供を一人の人として成長させることができるので、まあ、それでみんながハッピーなレッスンライフになるのかなというふうに私は感じています。ね、先ほどね、LINE の方にこの幼児さんたちのね、幼児さんかな、どうしても あのお悩みをいただいたので、ちょっとご紹介しようかなと思います。2歳の女の子のレッスンですと。で、2回目のレッスンが終わったところ、でママからはね、心を開くまでに時間がかかるタイプなんですというふうに、まあ、あの伺ってはいたんですけれども、レッスン中に、まあ、お子さんがね、微動だにせず、表情もほとんど変わらず、声を出してもらえないと、まあ、そんな状態なので、レッスンがつまらないのかなと思いきや、ママが楽しかったって聞くと、こうってコクンってこう うなずくそうです。で、今現在はね、鍵盤に一切触れてくれないんだそうですね。おもちゃを鍵盤の上に乗せるというところまでは、まあ、してくれたと。他に何かこういい方法、その子がまあ心を開いて何か参加してくれるような方法ということだと思いますが、ありますかということですね。まあ今のお子さんっていろんなタイプがいらっしゃって、最初からもうオープンでね、あのもともと知ってた子かなっていうぐらいに、もうみんな先生っていう感じで来てくれる子もいらっしゃれば、やっぱり内弁慶でずっと自分を出せないみたいな子も私のところにもね、いらっしゃいますよ。ほぼ声出さないみたいな子もいらっしゃいます。でもね、あのママから、あの早くりな先生のところに行きたいって言ってますっていうことをこう聞いたりね、何々が今日できるようになったって喜んでましたとか、まあ、そういうことはあの伺うんですよね。で、私があの
ここ数年で感じたのは、あの体型レッスンとかでもそうなんですけど、こちらとしてはね、あの楽しんでくれてるっていうことは笑顔になるだろうと思うし、ノリノリで参加してくれるだろうっていうふうに考えるじゃないですか。そういう反応が来てこそ、あの楽しかったんだなって安心するみたいなのってあると思うんですけど、あの子どものその楽しみ方っていうのはなんか人それぞれで、全く表情変えなくてもあのすっごい楽しかったってお家では言うっていうパターンってね、意外とあるんですよね。だからその楽しかったの表現の仕方がまだわからないだけであって、あの無表情だからとか、あのあんまり積極的に参加しないから楽しくないっていうふうに考えちゃわない方がいいですよ。そこでなんかどうなんだろうとか思って焦って、あのなんていうのかな、焦った対応をしてしまった方がよっぽどお子さんが疲れちゃうんですよね。だからあんまりその反応はそんなに気にせずに、あの先生の進めたいレッスンをされていくっていうので、あの基本的には大丈夫だと思います。で、あの心をこう開くまでの時間って、まあ、それぞれですよね。あの1年くらいすればだんだん開けていくという子もいれば、もう1回目から大丈夫な子もいるし、まあ、2ヶ月目ぐらいから少しずつみたいな子もいるし、あともっとかかる子もいるんですよね。3年4年かけてやっとなんか自分のことをお話しし始めたかなみたいな、そういう子もいるんですよね。だからその早く開かせようと思って距離を詰めていくんじゃなくって、あの今のこの距離で大丈夫じゃないかなって私は思います。で、あのなんか鍵盤に触れてほしいっていうことなんですけど、あの、まあ、このおもちゃを鍵盤の上に乗せるっていうことをしてくれるっていうことなので、まあ、このおもちゃをいろいろ変えてやっていくっていうのもいいでしょうし、でそれをやってくれた時に、あのできたねっていうふうに認めてあげることと、でこのできたねっていうことは楽しいっていうことなんだよっていうのが分かるように、あの上手にできたね、楽しかったねとかっていうふうに、そういう声かけをしてあげるっていうのも一つだと思いますよ。子供ってこのこれが楽しいっていうことなんだとか、楽しいっていう時ってこう笑ったり嬉しそうな顔するんだっていうことがわからない子もいらっしゃるのでね。だから今あなたがこの感じてるできたっていうこの思いは嬉しいことなんだよ、楽しいことなんだよとか、そういうふうに言語化してあげるって言えばいいのかな、表情とともに、先生のそれも必要だと思いますよ。そうするとだんだんそういうふうにあのいつも言っていると、あできたって嬉しいんだなっていうふうに本人が感じてきます。で表情もだんだんつられてくるっていうこともありますよ。あと、あの言葉が少ない子に関しては、あの何々ってこう答えさせる、質問を最初から投げていくと、あのもっと萎縮しちゃうっていう子もいらっしゃるので、私は例えばこれ何って聞いて、例えばリンゴとって返してほしいんだけど、絶対リンゴって分かってるけどリンゴって言えない子もいますよね。ちっちゃい子だと緊張してとか、まあ、人見知りで、そしたらあの例えば2枚とか2つ持って、例えばリンゴとみかんを持ってたとして、リンゴはどっちって聞いて、こっちってまず指さしてもらうところから始めるとかね。何しろこうコミュニケーションから始める。でそれがあの最初は声を出すっていうことじゃなくてもいいことにしてあげるっていうふうにするといいのかなっていうふうに私は思います。それでだんだんそういうコミュニケーションがこう取れてきたら、こっちなんだっけとかいうふうにして教えてもらう、教えて先生にみたいな感じで、そうするとだんだんね言えるようになってくると思いますよ。あとはあの私はあのどんな子にもこれだけはしましょうっていうのはしていて、あのこんにちはをちゃんと言うことですね。あとさようなら、まあバイバイでもいいんだけど、あのそれは必ず声を出してしましょうっていうところはもう最初に教えます。もう体験の時点でちゃんとこんにちはって声かけた時に、こんにちはが言えなかったら、あらこんにちはが聞こえないぞとか言って、あのこんにちはをするように促してもらいます、ママにもね。
もうそこからだと思うんですよ、コミュニケーションが始まるのって。だから恥ずかしくてもおとなしい子でも人見知りでもご挨拶はもう声が出るんだったらしないでおかしいよっていうことを教えていく。でさようならが、まあ、上手に言えないとしてもね、バイバイでもいいので、バイバイとかバイバイのこうタッチをしてから帰るとかね、そういうふうにして、まずはなんていうのかな、コミュニケーションの第一歩を築いていくというか、そこからスタートするといいんじゃないかなと思いますよ。その、まあ、鍵盤に触れてほしいという話は、あのピアノ自体じゃなくても、例えばそれをね、あの同じことを鍵盤のシートでこうやってみるんだったらできるとか、そういうこともあると思うので、ちょっとそうやって変えてみるのもいいんじゃないですか。鍵盤の上におもちゃを乗せるっていうことと同じことを鍵盤のシートで、例えばシールを貼るとか、あのそこにおもちゃを乗せるっていうことをしてみるとかね、そこでまあ指で何か遊んでみるとか、そんな風にするのもいいんじゃないかしらねって私は思います。あまり焦らずに、まだね2回目のレッスンですからね、うん、そんなに焦らずに、あの距離をこう詰めすぎない方が私はいいかなと思いますよ。はい、あとあの困った我が子のエピソードっていうのもねいただいております。幼児さんだと思いますが、ワークとかグッズをやっていて、つまずくとすぐにわからない、できない、もうやらないと泣いて怒っていなくなるいなくなると面白いですね。放っておいたり、じゃあやめようかって言ってね、好きなことをして機嫌を取ろうとするけれども、どういう対応がいいんですかということですね。まあこれはよくあるかな、つまずくとすぐ分からない、できないって言うっていうのはね。あのこの間うち の2歳児の子がね、まあ久保田メソッドでしたけど、その子はあのピアノで、あの真似っこして弾くのが難しいから、もうやらないって言って、なんかギャン泣きしたんですよ。もう帰る帰るって言ってね。で、まあ、椅子から下ろして、で、あの久保田メソッドってあの出席シールを貼って、まあ、帰るんですけど、もうじゃあ今日帰るのって聞いたら、帰るって言うから、あそうじゃあ出席シールだけ貼ろうかって言ったら、そのシールを貼るって言ってね、あの来たんですよね。でそれは普通にあのもう泣き止んでこうやって貼ってたので、あこれができるってことはまだいけるなって私は踏んだんですよね。あのここでじゃあねってあのすぐ返すんじゃなくって、これはちょっともう一回レッスンに戻していけるなと思ったので。でもそこでピアノにってなると絶対嫌だってなるじゃないですか。だからね、まあ、あのピアノ あの久保田メソッドは育能のメソッドなので、あのピアノでもグッズでもね育能するわけだから、そのピアノでの効果をグッズで出せばいいわけですよね。だからでもじゃあもうシール貼ったから帰るって言ってたので、あそうなんだ、あのじゃあこれやらないんだって、先生これやろうと思ったんだけどなって言ってあの見せたんですよ。でそれがロケットのなんかあのグッズだったんですね。でほらロケットあるよって言って、こんな風にやるんだよって見せて、でそれとあのほらほら見て車もあるんだよほらみたいな感じで見せたのね、2つ。そしたらあの私はロケットをやって見せたんですけど、なんかまだこのヒックヒックって言いながらね、泣きながら僕はあの車がいいんだよとか言って近づいてきたんですよ。じゃあ車やってみるって言ってやったら、もう普通にレッスンするんですよね。それでまあそれでやらせて、あの楽しかったねっていうことになるんでしょ。そしたらもうそのまま返すんじゃなくて、あのちゃんと脳を鍛えるところのもうちょっと負荷をかけてやるようなところをやりたいので、そのグッズもまた持ってきて、それも普通にやらせてしまうっていうね。だから頑張らなきゃいけないことは同じなんですよ。ピアノでね、あの覚えてやるっていうことも頑張らないとできないことだし、そのグッズでやることも覚えてやらなくちゃいけないことなので、ちょっと難しいことだったんですけど、でもそれもちゃんと楽しくちゃんと最後までやって帰るっていうね。で帰るときはもうご機嫌で、あのバイバイって言いながら帰ってきましたあの
そんな子が多いですね。なんかもう眠くてできないってギャン泣きしてっていう子も、あんまり私はそのなんか慰めたり機嫌を取ったりっていうことは一切しないんですね。あ、そうなんだ、眠かったんだ、ふんみたいな感じで話は聞きますけど、でもう起きてるんだから泣かなくても大丈夫だと思うけどねって言ったけど、まあ、それを私がなんか言っているのをチラ見しながら泣きながらまあチラ見してるわけですよね。なんか先生がなんか言ってるなみたいな感じで、でもまだ泣いてるんだけど、先生これやろうと思うんだけどなとか言って、ほら何々もあって何々もあってねとかって言ったら、やっぱりその子もまだ泣いてるんだけど、ヒクヒクとか言ってるんだけど、なんとなくうっすらこう力づいてきて、何々にするとかって言ってね、言ってて、その子何にしたんだっけな、バッグにするって言ったのか、なんか バッグとワンピースかなんかのなんか課題があって、バッグにするって言っててね、泣きながらよ、まだ、あ、そんなのバッグやるって言ったら、うんって言うから、じゃあ先生とバッグやろうかって言って、もうそこから普通にまだヒクヒクって言いながらやってましたけど、最初は。でもね、そのままもう楽しく、ああ上手にできたねって言って、でもうその完成したというところでもうニコってしてね、じゃあこっちもやってみようかという感じで他のこともやって、もうその子もご機嫌でもうバイバイって言って帰ってきましたよ。だからね、なんて言ったらいいのかな、その泣いたりできないっていう子供がね、そういうふうに言ったことに対して別に困らないってことじゃないかなと思うんですよ。私たちの方が困って何か何だろうな、対策しなくちゃみたいな感じで頑張る、何とかしてやらせようとして頑張ったりするんじゃなくって、自然に誘うって感じかな。私はいつもそういう風にしてます。自然に、ごく自然に、先生はこれやろうと思ったんだけどなとか言って、実際にね、ただ見せるだけじゃなくて、ね、もうやってみちゃう、こうやって、あー綺麗だなとか、あー楽しいなとか言って、でそうやってるとなんか先生楽しそうだなって思うんでしょうね、子供は。それでもう近づいてくる、それでもうそのまますーっとそれをやらせて、でそこではもう何も私は言わないで、子供が何か言ってきたら、何々だねとか、ここをこういうふうにするんじゃないのとか言って一緒に見たりねはするけど、その泣いてたこととかには一切触れずに、もうそのままレッスンして、もうどんどんいつもの流れにこう持っていって、で最後にね、やっぱり今日もちゃんとお姉さんでできたねとか、お兄さんでできてよかったねっていうふうにして、でそれで返す。そうすると泣いてもこう切り替えてできるっていうことを本人がこう、理解しますよね。さっき泣いちゃったけど、あ今日できたなって、でそのできたことをママも認めてくださるので、よかったねできてねって、楽しかったねとかっていうふうにして、でそれで帰っていくから、だんだんそのなんて言うんだろう、自分はできたんだっていうその事実がこう積み重なっていくでしょ。でそれがすごく大事だと思ってるんですね。どんな状態になっても結局できたまで持っていくっていう、そういうレッスンをしているの でそれがその子の自信につながっていくってことですよね。要するにだってあの時もできたし、あの時もできたし、この時もできたでしょ、だから今日もできるんじゃないっていうところで、でそういうふうにしてあげると本人も、あそうだった、そういえばこの間できたんだったっていうふうに思い出すんですよね。だからその時に何かできないとか難しいって言って、例えば泣いたとしても、今までりな先生と一緒にやってきたことで、あなたができないままで泣いて帰ったことってあったっけって聞くようにします。私は、ね、難しいなって言ってできないって言ってるけど、でもりな先生と一緒にチャレンジしたらいつもできるようになってるよね、だから今日もできると思うよ先生って言うと、もう涙を拭いて、よしってもう一回深呼吸してチャレンジして、必ずできるようになって帰るっていうことをうちの子たちはやってますよ。それができます、リナメソッドで。うん、気負わなくても大丈夫、先生が焦らなくて大丈夫だし、気負わなくてもいいし、
なんか叱り飛ばしたりしなくてもいいしっていう感じです。なんか自然ともそう頑張れるような空気にしていっちゃうって感じかな。それは本当にね、スクールに入っていただくとそれができるようになります。皆さんそれができるようになるから、生徒さんが30分ちゃんと集中してたくさんのできたをお家に持って帰って、お家で宿題や練習してまたできるようになって、でそれでまた先生のところに来てもっともっとできるようになってっていうことをずっと積み重ねていって、ではいピアノコースにどうぞってなるから、ピアノになった時ももちろん練習はするし、レッスンでも積極的にこうチャレンジできるようになるってことですよね。でそのリナメソッドのうちにいろんなことを自分でやってできるっていうことを知っていくから、他の生活の場面とか保育園とか幼稚園とか小学校、そういうところでもいろんなことに挑戦できるような子になっていくっていうことですね。だからやっぱりね、大きな目的はそのピアノの導入をスムーズにするっていうのが大きなね目標なんですけど、でも私はその子の人間性を作るというか、人間力を高めるというかね、そういう教育であるって言えると思いますよ。生きる力を身につけていくっていうのかな。だって困難は人生にはつきものじゃないですか。でこれから大人になるまでにいろんなことがあるわけでしょ。でそれを乗り越えるためにはやっぱり人間力がないとずっと逃げるばっかりになっちゃうわけじゃないですか。だからその力を幼児のうちにつけておくっていうのは本当に大事なことだと思います。今の子はね、ないない尽くしですから、それをないない尽くしのまま大人になっちゃったらどうなるかっていうことを考えるとね、やっぱりちゃんと幼児のうちに教育していくことって大事だと私は思っています。はい、リナメソッド指導者養成オンラインスクールですね、7期生の LINE の選考募集始まっております。現在ね、残席がもう1名様になりました。気になるなという方はね、 LINE にも今すぐメッセージをしてください。インスタプロフィールまたは YouTube の説明欄に指導者用の公式 LINE がありますのでね、リンクが貼ってありますから、そこからメッセージ送ってください。でリナメソッドのオンラインスクールというのは一方的に私の話を聞いて学ぶっていうだけのスタイルではないんですね。実践で学んでいくことですね。で生徒さんにどういうふうに指導すれば集中して自分で今何をするべき時間なのかということを理解したりして、こうやってみようとするのかとかね、どう伝えれば子供に本質が伝わるのかとか、指導効果がもう出るまで私がマンツーマンで指導させていただきます。今の時代はさまざまなね、講座とか指導法とか資格とかねありますよね。もう山ほどありますよね、ピアノの先生に向けたものが。でいろんなものを学んでいらっしゃる方いらっしゃると思います。そのね、指導法がいいのは頭ではわかる、でも実際レッスンに行かせないっていう声がたくさん聞こえてきます。生徒さんにうまく指導効果を出せないっていうことですよね。で私はね、それは当然だと思うんですね。考案者の先生とその先生の生徒さんの間では成立していても、別の先生と別の生徒さんの間では、指導している人もレッスン受けている人も違うわけですよね。だからそもそも先生が正しく下ろせているかっていうこともあるし、伝えられているかとかね、そこが分からないわけですよ。どんな風にしているのかっていうのがね。でまたその生徒さんが何につまずいているのかとか、その原因が先生がね分かっていないとすれば、どんなにいい指導法を情報として知っていたとしても、それはやっぱり指導効果は出せないですよね。ですから私はその実践で学べるように、先生と先生の生徒さんの間での
しっかりとした指導効果を出せるまで個人指導で行っておりますということですね。ここも無制限でしますので、ちゃんとできるまで、これがなかなかないと思いますよ、他にはもう私はね、あのリナメソッドっていう風にして、それを歌って指導していただくからには、私が、私の生徒に、指導したのと同じ指導効果を先生と先生の生徒さんの間でもちゃんとこう出してほしいと思ってるんです、指導効果をね。だからそこまで私は面倒を見ます。先生の生徒さん、いろんなタイプがいらっしゃると思うので、そのいろんなタイプの方に合わせてどうやって指導したらいいのかというのをきちんとお伝えしていきます。これがね、リナメソッドの再現性の高さであると私は思っています。あの先生たちがちゃんと、どんな生徒さんがいらしてもちゃんと30分集中させることができる、で指導効果を出せる。私と同じようにピアノ科に移った時に、初日の段階でちゃんと初見でピアノを弾くことができる、練習がちゃんとできている、でママたちの関心も高いということをちゃんと再現ができているっていうのは、ここまでちゃんと指導しているからだと思います。で、認定講師さんになられても、この指導チェックっていうのは時々行っていて、先生の指導のレベルが下がらないように、下がらないようにというよりは向上するようにですね、アドバイスもさせていただいております。残席1名様ですので、気になる方はね、急いでメッセージしてください。今日もね、ご覧いただきましてありがとうございました。また時間が合いましたらやってみたいと思いますので、またお付き合いください。はい、ではありがとうございます。失礼します。